天境暮らしの魔王、転生して最強の魔術師になる、星に、魔力が生命になったような感じのヴァンパイア族のような見た目のフローの生物が主人公。なんやかんやあって見た目が怖いし年も取らないので50年くらい人族に迫害されていたところ、牧歌的なのんきな村に住まわせてもらうことができそこで犬としみんなのお父さんやったりしてたらその村から荒人神としての扱いを受ける。そんな幸せな時間も長くは続かず、民度の低い中世ヨーロッパ風の文化であり、偶然起こった現象を何かのせいにすることが得意なクズ宗教の権力を持っているクズ教会が、ペストみたいな病気に罹患しない主人公の村に目をつけ、主人公はいわゆる現代知識を使えたのでマスク、手洗い消毒、隔離、といった現代の医療では当たり前のことができたためにペストみたいな病気の死傷者数がゼロだったという設定。そこに目をつけた教会は村のうっかり八兵衛に尋問をした結果、ひげ全部あいつのせいを使って主人公は討伐対象となる。そんな感じでなんやかんやあってうっかり八兵衛に殺されて犬年後に人族に転生するというシナリオ。面白い漫画かどうかを分ける部分はどうやってそれ以外の選択肢を潰せるかにかかっていると思うので、例えばこの場合だと村人全員で夜逃げする、死体をどこかかから持って行って死んだと偽装する、クズの教会の権力者を招く、といった感じでおまんじゅうでもいくつかよりマシな選択肢を思いつくのぜ。この漫画が面白くないというわけじゃなくて、あくまでもより上位のシナリオを作るならという部分です。例えば多分感動させる演出として書いているだろうと思われる部分も他に選択肢があったんちゃう？って読者が知ってしまうと感動という要素が消失するのだと理解。